ラブホテルやカラオケボックスは訳ありの土地に建つことが多いという。というのも、家やマンションと違い、たとえそこで何か霊障が起きたとしても短い時間我慢してもらうか、部屋を変えれば済むので経営者側としても都合が良いのだそうだ。エミさんは前々から心霊スポットに行ってみたかった。その話を友人の高田さんにすると、彼も乗り気ですぐに探検に行くことに決まった。そして地元でも出ると有名な廃墟となったラブホテルに行こうという話になる。明日が探検の日という前日、二人はビデオ通話で翌日の打ち合わせをしていた。高田さんがかつて営業していた頃のラブホテルのホームページを共有すると、エミさんのつけていたイヤホンにサイレンのような音が混じり始めた。そっちで何か鳴ってない？何も鳴ってないよ、脅かすなって。おどける高田さんの声の向こう側でどんどん音が耳元に迫ってくる。だんだん近づいてきてるんだけど。俺は別に何も聞こえないけど、気のせいだろ。そんなんじゃないって、一回通話切るね。突然鳴り出した異常な音を不気味に感じたエミさんは通話を切り、残りの打ち合わせはメールで済ませることにした。翌日、エミさんと高田さんは車で目的のラブホテルの廃墟に向かった。高田さんはハンディカメラも用意してやる気満々である。現地に到着してみると、同じく廃墟探検に来たカップルと遭遇した。心霊に興味はあるものの、実は怖くなっていたエミさんはカップルにも一緒にホテルを探検しないかと持ちかけ、彼らも快く了承してくれた。高田さんはエミさんと2人で探検したかったようで不満そうであったものの、こうして4人でのラブホテル探検ツアーが始まった。まだ綺麗な部屋、荒らされた部屋、ボロボロになっていかにも出そうな部屋などを回り、高田さんはその映像をカメラでしっかり動画にも収めていった。2時間ほどかけてラブホテルの隅々まで探検したが、これといった怪奇現象や幽霊との開口もなく、4人はその場で解散し帰路に着いた。何もなかったのは残念だったが、エミさんは密かにビデオ映像に期待していた。というのも、エミさんがよく見る心霊番組などでは、撮影者たちは気づかなくても実はカメラには映っていたというパターンがよくあるそうなのだ。後日、探検に参加していない友人も交えて、エミさんと高田さん、友人でビデオの上映会を開いた。しかし、映像には廃墟となったホテルの風景ばかりで、心霊現象は記録されていなかった。何も映ってなかったね。伸びをしながら友人が残念そうに言った。しかし、エミさんと高田さんはゾッとしたまま映像を見て固まってしまったという。確かにビデオには何も映っていなかったのだ。あの日一緒に行動していたはずのカップルさえも。